とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使っていきたいと思います。これ、狐のアーマーです。視聴者さんにもらったやつだね。これね、めちゃくちゃいいと思う。ダメージ軽減が黄金スキルでついてるでしょ。そしてエンチャントがデスバーター。雷フォーカス、ヘルスエナジー。これね、おそらく、むちゃくちゃ強いよ。むちゃくちゃ強い。まあ、パワーが、まだ249なので、あと2、251までは、鍛冶屋で上げたいと思います。まあ、とりあえず今日は、使ってみましょう。パンダ高原、デイリー3に行ってみます。それでは行きましょうか。これのね、何が強いかっていうと、あ、っていうか今日はこれか。普通の矢のみ。まあ、ここはクリアしやすいだろうな。これのポイントは、ヘルスエナジーだよね。ヘルスエナジー。これがね、生存率をぐっと上げてくれると思うんだよね。ダメージを多少食らっても、まあ、この流れ込む魂と、ヘルスエナジーで、ぐんぐん回復していくんで、これはいい。で、狐のアーマーは、軽減がないのよ。ダメージを無効化することは確かあったんだけど、軽減がないので、これをね、エンチャントでつけてくれてるっていうのは、素晴らしいよね。絶対使える。おぉ、ベノムブレイブ。うん、まあまあ、とりあえず、普通のカバンビルドなんで矢がないと話になりまして、矢を無限増殖してなんとか、行ってみよう。あー、矢があった。無限増殖しまーす。いや、これね、マジで強い。マジでね、今までやった中で、生存率はね、一番高いかもしれない。火力はね、クールダウンもついてないし、アーティファクトのダメージアップ、あれがついてないんで、火力はね、まあ、一番じゃないよ。一番じゃないんだけども、生存率はね、もう群を抜いて一番。死なない。うん。まあ、バーってね、拝殿をバーって食らったら、さすがにね、やられはするんだけども、その時のためにデスバーターついてるし、全然死ぬ気がしない。それぐらい、これはね、すごいな。うん。もう、ここ最近で一番いいやつかもしんない。間違いなく強い。まあ、まだね、249っていうのが、あれだけども、これ251にしたらすごいよ。うん。いや、むしろこれが、260とかの装備だったら、もう、神装備だね。本当に。このパワーで、この生存率だから、これ上げれば、すごいよ。とんでもない。お、いた、キャプテン発見。今回ね、ちゃんと6体いてくれれば嬉しいけども、どうでしょうか。キャプテンどうだ。おお、ほらほら、減るけども、ヘルスエナジーと魂で全然回復するもんね。脅威で、こっちにもいた。うん、さすがにこの火傷がバーンってきたらやばいかもしんないね。うん。でもまあ、その時のためのデスバーターだよね。うん。あ、じゃあ、そうか。装備に、採掘がついてるやつがあればもっといいか。何？あ、略奪者に置き換わる。大丈夫です。ということは、装備に、流れ込む魂と、あと、採掘か。あー、まあ、ちょっと探してみてもいいかもしれないね。うん、それがつくと本当に、これは最高になるぞ。よっしゃ、キャプテン3体目。危ねえ、危ねえ。危なぁ、ちょっと死にそうだった。神秘何？プレイヤーのダメージが 20% 減少。まあまあ、20% ぐらいだったらいいんじゃない？これがね、60% とか減ったら、もう、最悪なんだけど。
20% だったらまあなんとかなるレベルだね。あ、いいよねこれ。危なくなったらちょっとこう安全地帯みたいなとこ見つけてさ、壁を見つけて、でそこでぴょんぴょんしてれば満タンまで行くんで、俺はすごいすごい使い方がいろいろある。でもキャプテンはもういないのかな。もういないかもな。あ、いや、いた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 。あと1体はいるね。どちら、まあまあとりあえずここめちゃくちゃいるから片付けよう。あ、いたいたいた。もうちょっといない、キャプテン。神秘なんだ、ナイトボード。ナイトが最後の最後に来たけども、もうクリアだからね、大丈夫です。さっきパンダが見えてたんで、もうあそこを抜ければクリアでしょう。もうちょっとね脅威が増えてほしかったけども、脅威は増えてないな。あ、やっぱりクリアだね。ナイトモードはまあ最後の最後に来たけども全然大丈夫でしたね。装備変えてクリアをします。はい、さあそれでは報酬なんだ。一発目はまあまあ愛のメダル254。あ、一番強いかもしれない。これは取っときましょう。え、で2個目のやつがこれか、狩人の弓。いらないね。まあ、闘志の締め具を残しときましょう。アイテムそんないっぱいだったんだ。あー、そうか。またね、ユニスキンが、増えに増えちゃってるね。古代狩りに行かなきゃいけない。プラス 254%。お、だいぶ強くなったんじゃないですか。はい。まあ、とりあえず、今日はね、これ、狐のアーマー。黄金、これを使ってみました。ちょっとね、誰がくれたかはね、忘れたんだよな。ただ、コメントは残ってるので、誰かっていうのは調べればわかります。ありがとうございました。これね、ちょっと251まで上げてから今後使っていきたいと思います。ありがとうございます。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。